あの昔、うん、あの彼氏と実家でエッチやってたんですけど。ラブラブのディナーみたいなやつ。あ、お風呂とかですか。え、お風呂。何何一緒に入ってる。まで一緒に入ってる。入らない。いや、面白い。流せねえんだ。田村さん、なんか聞きたいことあれば。刺激が強すぎたね。ちょっと刺激強かったと思うわ。あ、じゃあどうしてあのその旦那さんを選ばれたんですか。たくさんなんかいらっしゃると思うんですけど。まあね、顔。あ、男前なんだ。モテてると勘違いする。例えばですけど、ほんまにインスタで DM でご飯連れてってくださいってあって、その女の子とご飯じゃあ行きましょうってあって。で、ご飯行くんじゃなくて、いきなりもうかかってもてるからホテル行きましょうっていう。いや、それは本当に問題になるよ。キャップの蛍原です。そしてチーフ記者の加藤です。何それ何のポーズ。いやいや知らないのポーズ。知らないよ。有名じゃんな。私グループ桜坂46っていうグループに所属してるんですけど、はい、その時の決めポーズが桜坂46です。それをやったんだ。ありがとうございます。今覚えたばっかりじゃないですか。始まる5秒前に教えてもらって。5秒前に聞いてやってるだけやった。